メールどうしますか。俺、サウンコロさんから来てますけど、俺読みます。ヘッドホンってあります。人数分。あ、大丈夫だ。あと1分ぐらいじゃないですか。ひとみさんからマイクチェックします。はい。写真見えますかね。いや、CM 中に。CM 中に。お願いします。あ、これも1分切れてるので。ちょっと待って。線繋がってないですけど。マイク大丈夫ですか。マイク大丈夫です。パナさん。入れます。マイク大丈夫ですか。サンチェスカモン。オッケー。高見です。あ、オッケー。はい。ひとみです。サンチェスですよ。どうもカンナでーす。はーい。マッチリでーす。はい、よろしくどうぞ。ツイキャス開始しますね。はい。え？時間が全然足りない。うん。始まりますよ。オッケー。お、あと10秒。はい。4、3、2。あ、ちょっと。エービックの？びっくり！ラディオ！そう。これ何のか。さあ、今週も始まりました。金曜の19時にお届けするラジオの中のテレビ局、映像会社 ABIC の ABIC ラジオ。お送りするのは今週進行役のひとみんとバナとサンチェスと高見でお送りいたします。なんと今日はスペシャルゲストが来ますよ、うん、はい、お楽しみに、はい、今週のテーマは怖い話となっております。あなた何が怖いですか。ゲムシですか、お化けですか、地雷、雷、火事、イボジってなわけで、皆さんの怖い話をお待ちしております。地震ね。地震、地雷って呼んでたけど、あ、ごめんなさい。番組へのリクエスト、コメント、感想はメール avic@fmgilowan.com avic@fmgilowan.com までお願いします。この放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送でもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギロワンのホームページをご覧ください。はい、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで、小回りの利く映像プロダクション有限会社 ABIC と、片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りします。うちもなんか時々この MC マイクだけ返しが変な。高見いいね、地雷師いいね。俺多分地震と雷一緒に混ぜましたね今。地雷多分地雷って感じ。地雷は怖いよ。マジ怖い。確かに怖いけど。怖いけど、いや、あんまりいい表現じゃないから。地雷の雷と地雷が。いや、イボジが結構怖いんだよな。はい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 、じゃあ。いきまーす。はい、チーズ。はい、ございます。ごめん、俺もこれです。おう、はい、一郎こんなでしたっけ。だいたい、だいたいやってる。だいたいやってる。いきまーす。はい、チーズ。はい、オッケー、いただきます。はい、ありがとう。ありがとうございます。あと10秒。あと10秒。3、2、1。FM ギドワンから生放送でお届けしております ABIC の ABIC ラジオ。今週のテーマは怖い話です。そして今日はなんとスペシャルゲストがいらしております。何ですと。RBC アイラジオスポーツフォーカルパーソナリティのカンナ邦弘さんです。やっほい、よろしくお願いします。来たよ。いやー、来ちゃった。来
ました、ね、嬉しいです、ね、3回目だって。3回目がいらっしゃいませ。すごいですね。おこれすごい。ゲストとしては最多。最多です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 。です。ありがとうございます。いやいや、こっちこそありがとうね。そうですよ。こんな嬉しいことないですよ。しかも、今回ちょっと急も急だったからさ。うん、はい、そうですね、昨日、うん、うん、昨日決まった。まあ、だいぶ急ですね、はい、うん、そう、もうめっちゃテンション上がりましたもん。ごめんね、なんか急で。いやいやいや、大丈夫。むしろ毎日急でもいいですよ。毎週急で来てくれ。いやいや、毎日急は嫌でしょ。いやいやいや、だって神田さんばっかり頼ってたら自分たちが飲み込まれちゃう。いやでもごめん、いやちょっと俺違うところで高見とさ、今日話してて、はい、あの大体今那覇から、はい、まあ、1時間ぐらいじゃないかなって、うん、なんか旧盆前だから休みを取ってる人がいるから普段より混んでないんじゃないかって変な理論があって。どういう理論だそれは。高見の、うん、高見はなんかもう昨日が祝日だったから今日も休みだと連休の人が多いんで、そんなに道混んでないんじゃないですかねって。どういうこと。それはちょっと信じたのよ。マジですか。めっちゃ混んでて。混んでましたね。混んでましたよ。びっくりしたね。今自分も本当に、うん、5分前ぐらい着きました。ね、うん、びっくりしたね。びっくりしました。もう裏道裏道でなんとかですよ。あ、本当に、はい。どうしたその推理。そう。いやいやでも。どっから来た。つもりが甘いね。まあ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 本当怖い話にならなくてよかったですよ。このどういうこと。事故に例えば遅れて事故ってね。まあ事故ってないって。何それ本当に。いやでもあのあれですよ。うん、あのちょいちょい見てますよ。あ、本当に。あとリアルタイムじゃないですか、あのユーストで。うん、あ、はい。うん、でなんか。あれだね、みんなちょっと徐々に垢抜けてきてますね。垢抜けてきてますか。いやマジでマジで、バレました、本当に。高見とサンチェスさん特になんかね、なんかすごい面白い本性が出てきたのかな。いや本当にいい感じで。そうですかね、うん、始まった頃より。あ、なんかね、いやひとみんもいろんな活動ほら今してて。あ、増えてきました ね、ありがたいことに。だんだんまたこうやって成長してるじゃないですか。はい、バナさんだけね、なんか落ち着いてんのよ。バナさんはずっとバナさんだ。特に変わらず、あの、多分だから俺とほぼ同い年だから、はい、なんかもう安定というか、そんなにこう急激に変わることはなく、そうですね。なんか落ち着いたこういう人も一人必要なんだろうね。必要ですね。やっぱりね。はい、落ち着いてるかな。落ち着いてないの。じゃあもう、ひどい時はひどいんですよ、たまに。あれそうだよ。たまに危ないです。たまに、たまにっていうか、一番問題児の時がよくあるよ。そう。いやいや、地雷ですよ、だからさっき。確かに地雷だな。たまにあるんですよ本当に不発弾が。あれでもそれがないとでも面白くない、うん、なるほどね、あったりする。デカでしょ、デカ、あの漫画の話とかね。チンポデカでしょ。チンポデカね。あ、聞いてたよそれも。聞いてた。聞こえるっしょ。あれはすごかったね。あれはすごかったです。はい、本当にもう巻き添い食らわなければ全然楽しめます。大丈夫。はい、怖い話ですよ。そうそうそう、はい、ということで今日は神奈さんも含めて怖い話、はいはい、テーマについてトークしていきたいんですが、うん、どうしましょうかね。一旦メール読みますか。あ、読みましょう。メール来てますね。お、どうぞ。エビネームサウルの心さんですね。エビネームあ、タイトルエビネーム、エビネーム、エビネーム、エビック、エビック、エビネーム、エビネーム、エビネームね。こういうことです。多分ありがとうます。ポポー、よい子のみんな、こんばんは。こんばんは。サウルお兄さんだよ。お兄さん、親子との思い出、あれ違うわ。おい、先週なし。おい。親子との思い出。やっぱ高見は相変わらずこういう感じなんだね。相変わらずね。すいません。ごめん、やっぱ成長するんだけど、そういうとこ変わってない。いや、確実にね、言えるのは、うん、今落ち着いてるんですよ。あの時慌ててたんですけど、うん、今はもう それもしょうがないって受け入れる。なんと、じゃあ落ち着いて間違えたってこと。はい、今落ち着いて本当に間違えました。なるほど。今平常心です。いいね、安定のミスだね。いつも通りミスっていいね、安定のミスだ。受け入れました。自分の。ウェルカムさを、はい、ということでサウルのお兄さんだよ。怖い話、うん、あのね、中学生の頃にね、はい、やんちゃなお友達の前でね、ひげめなねのおっさんっていう人が一番怖いって有名だったのね、うん、そのひげめがねのおじさんはね、なんて滑舌高見、ゆっくりでいいから、はい、大丈夫、間違いない、伝えよ、伝えよちゃんと、はい、そのひげめがねのおじさんはね、やんちゃな子ばかりを捕まえていろいろ注意するらしく、とても正義感の強い人らしいのね。ある日、みんなでそのひげ眼鏡のおじさんを見に行こうと決めたのね。友達が僕のお家の方向へ行くから、僕はまさかなと思っていた。そしてだんだんと僕のお家の近くになるにつれてね、僕の予感が的中したのね。怖っ。そう、あの
ヒゲメガネのおじさんはね、あのヒゲメのメガネのおじさんはね、おい怖さ半減するんだけど、僕の親父のことでした。僕の予感が確信に変わった頃、僕はね、正直ね、終わったと思いました。糸満の怖い話おしまい。全部持ってったね、高見が。だからよ、持ちの前に高見が持ってったよ。ひげメガネのおじさんが言いづらいです。これはもう追試ですね。追試だ、完全に。ひげメガネ、ひげメガネね。ひげメガネ。俺思ったんですけど、そのままいけばよかったですね。ひげメガネね。みんな頭にクエスチョンまかったからね。ひげメガネって何？いやー、だから今サウロさんのでしょ。はい。2、3割しか頭に入ってないよ。入ってないですね。本当。まあまあ本人がウケるって今ツイキャスで来てるから、まあ、よかったんじゃないですか、まあ、優しいからね、いいでしょって、ね、優しいからね。まあまあまとめるとお父さんだったってことですね。はい、まとめすぎだろ。サウロの心さ、死に滑ったって言ってるけど。大丈夫、サウロさんのせいじゃないから。それはない。安定のミスのせいです。そうね、すいません。まあこんな感じですね。開き直るな、お前は。結局話が入ってこなかったんだけどさ。そうでしょうね。まあお父さんがヒゲメガネってことでしょ。そうです。それだけは分かる。うん。申し訳ない。申し訳ないっていうか、ま、あの一旦、うん、あのテーマ怖い話ということで、うん、皆さん落ち着いて。あ、今日 MC だった。なんで今まとめてんの。まとめようとしてる。一旦あの切り替えましょう。もうなんかちょっと笑い話になりそうなんで、これから言っても多分怖い話だと思う。多分、笑っちゃいそうなんで。だから途中までこんなね、アップテンポな BGM だから、全然もう頭に入ってこなかった。そうです。途中から切り替わったんでよかったね。ちゃんと用意はしてるんだね。一応。あ、OKOKOK。バロさん凝ってるよね、最近。じゃあ大丈夫ですね。はい、すみません、なんか。サロンコロコロさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ションコロさん、ありがとうございました。みんな言えないやつですね。映ったよ。映ったんだよ。ね、なんかさ、怖い話って言ったらさ、うん、まあ、幽霊だと思うんだけど、幽霊って見たことある？はいはい、うん、幽霊は、ないな。僕もないです。ない。一切見たことない。神田さん、ありそうですね。はい。あるの。ここで俺がないって言ったら終わるじゃん、この子。いや、だって幽霊以外もありますから、怖い話は。人間だっていろいろありますから。あ、なるほど、怖いの別に。ね、幽霊なのかどうなのかわからないけど、はい、ちょっと見たことある話はありますよ。お、聞かせてください。やりますか。お願いします。え、いいですか。はい、いいですよ。わかりました。ですね、あれは僕が大学生の頃。誰ですか。ジュンジュン。あ、そっち。まあ当時付き合ってた彼女と。はいはい。ね。まあまあね、どうしても元気な頃ですから、ね、夜になってちょっとそういうところに行こうかなと。はい、いいですね。そういう話なんですけど、もうこういうのはどんどん行ってきますけどね。お願いします。いいですね。大好きです。ただそんなにお金があるわけじゃない。はいはい。で、まあ、安いね、ちょっとまあ小汚いとこですけど、まあいいかと、はい、そこにこう部屋に入ったわけなんですけど、あらあら、他の部屋に行ったこともあって、そこだとそんなに何も感じなかったのが、はい、その部屋に入った瞬間だけちょっとゾクゾク、ゾクゾク、いや変だな、おかしいなって思う。そこまで、はい、そういう感じを受けたんです、はい、まあ、でもそれより勝ってる欲があるんで。はいはいはい、わかります、わかります、わかりますよ。まあ、19、20歳なんかそういうもんじゃないですか、はい、ね、まあ、そういうことがあり、はい、でそのまま寝たんですよ。はい、ね、はい、寝ますね、はい、そしたら、まあ、そんな古いタイプなんで、はい、奥にこうドアがあって、はい、そのドアの向こうからおばちゃんとそのお金を払うシステムの部屋なんです。そうですね、はい、ね、でそうした時に、うん、寝てる時にね、なんかガタ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 って音がして、はい、体が動かないんですよ。出た音がって、なんか起き上がってみたいけど全然動かないんですよ、はい、そうしたらその扉がある奥の方から、はい、ガタガタダカダカダーっていう入ってきたのが、迷彩の軍服の格好をした白人と黒人の戦争の格好をした人が2人入ってきたんですよ。本当に、いや、これだから思いっきり見えて、これやばいでしょ。やばいっす。で、うわっ、これちょっと助けなきゃと思って、うん、彼女もここ行きたいんだけど、でも体動かない、はいはい、うん、うわどうしよー、うってやった瞬間に目が覚めて、はいはい、すっごい汗もびっしょりかいてて、はいはい、
実際あの本物じゃなかった、ねはいはい、見えなかったんですけど、はい、ただその瞬間に彼女も起きて、はい、いや実は今こういうのが見えて体も動かない、うん、金縛りでって言ったら、うん、実は私も、うん、同じのが見えてたと。へえ怖っ。えー、ブルガリさん、ただの借金取りちゃうか？違うわ。そんな借金取りいるんだ。こんな学校で来ないよ。構えてくる？いや、だからあれがもう金縛りで、はいはいはい、唯一見えた。本当に怖かった。怖いですね。目の前に怖さがるし。怪奇現象。怖い怖い。スクリーム人たちだしもやっぱ。関係ないでしょ。そうだね。いや関係ないでしょ。本当に黒人だ。もう本当に堅いのいい人が。こう銃を持って戦争のよく聞いたらそのあたりはちょっと戦時中、うんうん、ちょっといろいろあった場所ということで、はい、人玉も出てきたりとかそういう場所だったらしいんですよ。へそうへ本当にうわ目の前で見たら怖い。空軍ですか陸軍ですか。まあどうだろうね。あ分かんないですか。陸軍ですか。陸軍だろうね。多分アーミーとかじゃない。あな普通に考えたら、まあ、陸軍もそうだろうね、うん、アーミーだ。姫メガネおじさん。いや誰やねん。姫メガネ。姫メガネ。俺の神々おじさんじゃないですか。サーブの心さんが帰っていいって言ってるよ。いやいやいや。うりゃ。帰っちゃダメ。大丈夫。俺ずっとこの1時間これ言いまくりますから。どうにか、ね、面白くして。気に入ってる。もうね。もはや。私も見たことあるよ。まあ、ああじゃあじゃあ。何あるの。ラブホで。え？あごめんなさい。なったよ。さっき1時間。待っとけお前は。はい、あのね。はいはい。あれは4年前だったかな。4年前だ、うん、友達があの経営してるバーがあるんですけど、はい、そこの閉店後によくあの遊びに行ってた時期があったんですね、はい、でそのお店は店内ガラス張りで、ガラス張り、うん、結構ね奥の部屋店の形自体はコの字になってるんですけど、この字、うんうん、あの鏡張りだから結構あちこち四方に見えて、はい、まあ、奥の方は見えないんですけどね、うん、この字の先の方、この字の先の方の、どういったんだろうあの休憩室みたいなのがこの字の先の方にあって、その反対側は席なんですけど、はい、こう客席みたいな、はいはい、うん、で、その反対側の客席の方でみんなでじゃあちょっとお祝いみたいな感じで、うん、まあ、いや飲みますかワイワイしてたんですよ、はい、でちょっと忘れ物したって言って、その休憩室のところに私は荷物置いてたので取りに行って、ですぐ戻ろうと思ってパッて振り向いた時に、あの鏡にね、あの2人人が映ってたんですよ、はい、赤いドレスを着た人と、はい、あの白いシャツを着たあのボーイさんみたいな感じの人で、うん、でボーイさんみたいな人はちょっとちらっとこっちを覗き込んでるような感じで、でもあ私が遅いから呼びに来たのかなと思って、うん、で、あ、ちょっと待ってってまた振り向いて戻ろうとしたらいないんですよ。で、あ、いたずらだと思ってすぐ走ってってもーって言ったらそこにもいなくて、やだあれ？やだ、もうなんでこんな怖がらすと思って、もうあのみんながいるところに行ったら赤いドレス着た人そういえばいないな、白いシャツ着てる人もいなくて、反射光で反射したとしてもあの紺色だったので白には見えないんですよ、一、うんうん、人シャツいたけど、でいたずらだとして服変えようにも変えられないこの一瞬の時間だったので、そうだね、うん、あれえさっきか驚かしたでしょうって言ったら、あ何って感じ、本当に知らない感じなんですよ。でいや赤いドレスの人と白いシャツの男の人がいたんだよって言ったら、あ見ちゃったんだね、言われて、あ分かってるのこっちは、うん、あもう、その人たちはここよく出るよ、わお、うん、へ初めて見ちゃいました。中国雑技団の人じゃないよね、すぐ立って衣装変えれる人ではないよね、違うよ、いない、そっくりの人いない、それですね、それだなそれだわ。ほらサウロさんがしっこ漏らしそうって怖かった。怖かった。写真送ってください。漏らしたところなんでか怖いんで、それが一番それは怖いんででもね、その幽霊あんまり怖がらそうとしてる感じではないらしくて、私も実際怖くはなかったんですよ。あ見ちゃったんだ幽霊って、こんな感じなんだっていう、なんだみたいな、なんか怖がらそうとしてるわけではない幽霊だったらしいです。
その時に何か伝えたかったのかな。じゃあなんか楽しそうだから来たっていう、イエーイみたいな、うん、蜂の幽霊だった。人がいるところに集まってくるって言いますもんね。ねえ、うん、おぉいやだって可能よ幽霊だってもう幽霊見たことないもん。あ、ないか、そっか。でもなんか、あ、そっか。でも今さっきの雰囲気ぶち壊しそうなんで。いやいいよいいよ、何も言って。 AV 男優の加藤隆さんが言ってたんですよ。何の話を話させるか急にな。どうしたって顔を出してる幽霊写真はあるのに、うん、なんで陰部を出してる幽霊写真っていうか心霊写真ないんだみたいな。あ、その時点でおかしいだろっていう。要はだから作り物じゃないかみたいな。顔とか腕とか手があってなんで、うん、要は隠さなきゃいけない。例えば胸とか、うん、はい、そういうし、あの下半身とかは映ってるのがないんだっていう。なんでこんなのすぐ BGM が出てくるの。いや早いっすよねこういう仕事、ね、同世代なんで指がすごい早く動きます。同世代関係ないけどそう仕事早いね。さすがだね。さささっと早くなってしまう。なるほど。そう言われてみたらそうなの。だからそうおっぱいだけとかないもんね。ないですよ。だって露出鏡の幽霊がいてもおかしくないんですよ。おかしくはないと思う。要はね、なんでみんな隠したがりっての純粋無垢な幽霊ばっかいるんだって。顔だけみたいな。そうそう、変態が中にはいるかもしれないのに。そう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 。昔ドリフのコントでありましたね、おっぱい丸出しの幽霊。あ、そうなんですか。あ、そう、そうみんな喜んでました。喜びますよね、うん、最高そうだ、それちゃいそうだなと思って。いやテーマから大丈夫です。それそういいと思います。可愛い女性の幽霊だったらよくないですかね。ああ、いいんじゃないですか。どんどん出てきて、どんどん金縛りお願いしますみたいな。もっと縛ってくださいと本当に縄で縛ってほしい。縄で、縄で、はいはい、六甲縛りしてほしい。六甲縛り、六甲縛りじゃない、結構ね高見は六甲縛り、六甲おろしみたいな感じ。そうそう、今そこになんで亀でしたね。もう今日ツーミスだよこの20分で。いやすごい、ね、10分単位だ。すごいな、ツッコミがないと成り立たない。いいね、いいと思います。怖い話ね、うん、怖い話だよ今日。ごめんなさいね。いやこれ瞳が回すんじゃないの。そうなんです、そうです、そうなんだけど、うん、そんなに得意じゃないそうでしょ、ちょっとそうでしょ。いやバナさんが持ってるかもしんないし、怖い。じゃあ一旦 CM 行きます。あ、なるほどね、はいはい、いっちゃれ。いや衝撃だったな曲なしでいいや。すごいね。スター紹介して、あ、そうですね。納得しましたから、ね、加藤隆のツイッター。確かに。あって。本当にびっくりした。やっぱ顔見せたいんじゃない？私ですよ。というか胸だけ見せると顔も全部全部出るよね。一応ね。魚卓、魚卓ってかの、魚卓っていうか。魚卓。魚卓みたいなこと。魚卓みたいな。魚卓みたいな感じで出てきます。大富豪の遊びみたいな。もう全然分からない。白毛や。全然伝わらない。もう自分が幽霊だったら下がっていく感じ。もう告知また来たかでいいんじゃない。女体盛りみたいな感じ。女宅、女宅でした。なんで女宅って女宅みたいな。女宅あれじゃないですか、昔のアイドルで墨全身塗っての取るやつは女宅じゃなかった。ああ、それは女宅、女宅だろうねみたいな。あと10秒感じ。映ってもおかしくないですもんけどね、幽霊。何を言ってるんですか皆さん。すいません、ちょっと全然わかんない。サンチェスどういうものか。1この放送本体ですけどね、本番中もいつも明日FM ギノワンから生放送でお送りしております。 AVIC の AVIC ラジオ、今週のテーマは怖い話です、はい。続いてはスポンサー紹介をしたいと思います。はい、今週は条件さんの紹介になっております。条件さん、はい、毎週各週で紹介してるんですけども、条件さんちっちゃい会社なんですけど、今回は保証サービス、安心の保証サービスのご紹介です。はい、小さい会社なんですが、35年一括借り上げの家賃保証システム、住宅性能保証制度の登録店ということで、小さい会社ですけども、保証は安心ですよということで、はい、スーパーサブリースということで、賃貸住宅の、経営を提供する、安心のシステムとなっております、はい。詳しく言いますとですね、損害保険のバックアップによる家賃保証、ローンの返済に合わせる、選べる長期保証、リフォームも、長期保証となっております。はい、はい、ですね、損害保険契約は、日本仮センターがスーパーサブリース契約の、約定を履行する損害の一部を保証するものですので、税金対策、相続税対策
収入の確保などの相談も、ぜひぜひご相談お願いします、お願いしますくださいということで、はい、詳しくは、条件さんのホームページに載っておりますので、ぜひこちらの方をご覧ください。以上、はい、安心ですよ、だから安心してくださいということですね。はい、条件さんの安心システムのご紹介でした。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。続いてテーマそのままトークいっちゃいますか。いっちゃいますか。はい、怖い話、怖い話です。怖い話です、今日は。あのねなんすか、これ、あ、そうか、ツイキャスって CM 中も聞こえてるのか、はい、そうなんです。逆に BGM が聞こえてないんですよ、はい、なるほど。曲とか反応ありますか。うん、あの、さっきの高見の話に反応が来てたんで、ね、おう、ん、女宅の話をしてた。女宅って何、何を言ってるんだと。そしたら、あの、魚宅じゃなくて女性、そう、魚宅の 人体バージョンですね、の話をしてたんですけど、はい、どうつながるのかがよくわからない。そうですね、全然意味わかんないですけどね。酔っ払ってます、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫、本当に。なんか普段なんかストレスがあるの。ストレス大丈夫。いやいや、本当ラジオで発散してます。こらこらこら、ゴリツッコミ、ゴリツッコミしやがったこいつ。ありがとうございました。いやいや、まあまあ、怖い話よ。そうですね、ツイキャスも来てますが、拾っていきます、はい、お願いします、はい、どうぞどうぞ。ブルガリさん、ブルガリさん、あれ一人増えてる。あ、ごめんなさい、お邪魔してます、はい、あの、あ、今日はスペシャルゲストで、はい、あの、国広さん、あの、お招きしております。はい、お邪魔しております。これ以外にまた一人ってことじゃないですよね。怖さよ。そうそうそう、消えてるってことではないですよね。俺そう思ったんですけど、ね、一瞬今普通に、あ、そういうことなんですね。怖、人についてそうだよね。ね、何か、なんでよ。なんかついてそうだ。守ってくれるのはいっぱいいるはず。幽霊見たのはさっき1回だけ。あ、1回だけ、1回だけ、うん、もうそれ以来ず全然見てないです、うん、そうか、見たくないよね、一応、うん、金縛りみたいなのに会ったことあります。これは家で、家で、へえ、金縛りになる人、ならない人、完全に分かれる、分かれますね。な、ならない、多分全く、もう分かんないです。たまになります。あ、なるの、はい、なる、昔はよくなってたんですけど、うん、今はもうならないですね、うん、これは家で寝てるとき。家です、はい。なんかその時にほら、体が動かないだけなのか何かが見えるのかにも分かれるじゃん、うん、あ、はい、あ、サンティスどう。自分の場合はもう体が全く動かなくなって、うん、台風並みの強風を体に浴びてる感覚があるんですよ、ビョーってずっと、はい、で夢の中ですごい昭和の古屋のガチャガチャテレビがあるじゃないですか、はい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 、あれをずっと見てる女性の夢をずっと見てて、怖っ、ずっとザーッと砂嵐を見てる女性の映像が頭に流れてて、うん、でも体動かないですよ、うん、で風速20メーター以上の風がボーッと当たってる感じで、うん、パッて目が覚めたら怖いじゃないですか、うん、でパッて外に出たら電気がパチパチってなって、やばい、家に入れないと思って、うん、飛び出たんですよ、うん、そしたら家の周りに止めてある車の鍵が全部ガチャ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 って動き回り、怖さよ、怖取れた、怖ってなって、うん、その日はもう家に帰らなかったんですよ、うん、それ以来何もないです。へ、じゃあその時だけなんか大きいのが通ったのかな。多分通ったか一緒に寝てたかもしれないです。へ、よくあの心霊スポットに行ってる時期だったんで、あ、なんかじゃあどっかから、どっかから連れてきたかもしれないですね。サンチェスこんな話持ってるのに黙ってたの、ね、黙ってましたね。え、結構心霊スポットが好きで、うん、へ、廃墟巡りとか大好きで、マジか、わ、いっぱい行きましたね。めっちゃ好きっす。廃墟は男のロマンじゃないですか。今日よくわからないです。わからないですか。あら、わからないですか。うん、行かないですね。あ、昔行きました。学生の頃、ね、そう、学生の頃、ちょっとパラにドライブラテラでね、はいはい、ちょっと行こうとか、ドライブラテラで行ったことあります。廃墟、うん、は最高です。そうなんだ。結構あれだよ、グラビア撮影で廃墟でやってるのあるよ。ありますね。あ、ありますね。あれはどこの廃墟なんだろうね。え、何を見るんですか。多分チャイナタウンとかもあるんじゃないですか。あるのかな。あると思います、チャイナタウン。結構見ますけどね。廃墟で、廃墟の話を思い出したんですけど、鳥肌を取るんですか。鳥肌、鳥肌を取る。なんでよ。単純に綺麗なのと怖いよ。なんでよ。鳥肌取ってるんじゃん。そのコントラストがいいんだろうが。アイドルを取りたい。廃墟と美女っていう。鳥肌フェチがいるのかな、もしかしたら。鳥肌気持ちいいっすよね、触ったら。まあ、若干は取れない。そうなの。知らなかった、それも。サラサラって数えるのも楽しいじゃん。あ、気持ち悪っ。あ、気持ち悪っって。今日大変ですね、4人男がいて。そうだ、囲まれてるよ。神田さんも好きなんですね。な、もう鳥肌ですか。いや、僕は普通の方がいいですけどね。よかった。
鳥肌が好きっていうのはまたなんかあまりないですかね。あまりないような気がそうですか。なんかあるとかもブルガリさん、あ、はい、でも自分夢だ、怖い話っていうよりさっきの夢のでちょっとふと思ったんですけど、ふと思った、全裸で手錠かけられて永遠にだから浜辺で鍵を追いかけるけどギリギリなんて取れないって夢は見たことあります。どうした、もう一回言って、何何何何何何ですか。全裸で、全裸で、中身が全裸だよ。全裸で手錠かけられて、その手錠の鍵がガチャポンの空のやつ、ガチャポンのやつに入ってて、はいはい、それがコロコロ転がってるのを浜辺で、夜の浜辺で取るんですけど、ギリギリになったらまた転がり出すっていうエンドレスの夢を。一回病院行こうか。大丈夫大丈夫、なんか病んでるの。やばい、じゃあもう朝なったら捕まるっていう、もうギリギリ誰に太陽がもう全裸だからね、見えるギリギリ。全裸で天井で走ってる、天井でもう全裸で、やばい、もう何もできない。早く外さなって、なんでガチャポンの殻のに入ってるかも、もう転がりやすい素材に入って、素材どういうことなんでしょうね。っていう夢は怖いと思って、本当にお前が怖いよ。怖いスケースに見つかったら意味やばいと思って、幽霊が怖いと思って。いやいやいや、ブルガリさんが拾った方がいいです。ブルガリさん、ブルガリさん、はい、俺は今年の6月頃地元の旧近鉄線のハイトンネル見に行ったが、中はどす黒くて、はい、何かを引きずる音が聞こえたような気がした。まあ、あるよね、廃線になって、その中の、まあ、トンネルがあったわけですね。うん、まあ、怖いですね。何かを引きずる音って怖い、うん、引きずる音聞いたことあります。某ホテルで、めっちゃあるやん。沖縄で有名なんですけど、すごい雨の日に、男2人女性2名で行ったんですけど、うん、山道歩いて行かないといけないんですよ、入り口まで、うん、はいはいはい、一緒に歩くじゃないですか、はい、歩いてたら横からズズズズって音がして、止まると止まるんですよ。あら、なんか聞こえるな、まあ、怖いけど、まあ行くかっつって、ずっとこの音と一緒に共に入り口まで行くんですよ、はい、でホテルの中入るじゃないですか、やっぱ空気が違うんですよ、もう肌に刺さるこの空気感ってあるじゃないですか、うん、それも違いますし、もう雰囲気がもう全く、この入り口越えただけで、敷居をまたいだだけでズンってくるんですよ、うん、で奥に進んでいって、女子トイレあるから女子トイレ入ろうぜって言って、うん、女子トイレ入った途端、目の前で、本当に目の前ですよ、5センチ先で女性が笑ってるんですよ。どういうこと女子トイレ入ったら、この目の前で見えないんですけど、女性が笑ってるんですよ。ああ、声だけで、声だけで、声を聞こえるってこと？はい、もうこの目の前です。俺と神奈さんぐらいの距離で笑ってるんですよ。うん、怖い、見えないけど、見えないです。うわー、けど分かるんだ、そこで分かります。もうここで喋ってるのが分かるんですよ。サンチェス、マジのやつ。これマジのやつです、ね。やばい。怖い、ほら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 。やばい、みんなが大好きな鳥肌だよ。数よ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 4000個以上ある。写真撮ろうとして。おい、鳥肌の写真撮ろうとして。鳥肌数えてる人みたい今。ポツ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 。イボぐらいの大きさ。ポツ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 。すごいですね。わあ、怖い。怖かったよ。サンチェスが一番怖い話持ってるね。めっちゃ怖かったです。速攻、あのビビったら逃げる派ですか、立ち止まって動けなくなる派ですか。ああ、立ち止まるな俺。立ち向かおうとする。立ち向かおうとする。どうせ殺されるなら。いやいや、やめない。外人キツですね。いやいや、もうだってね、されるがままになるまでは抵抗しようと、極力命ある限り、そうそう、戦おうと、うん、へーって思うと思うんですけどね。俺すぐ逃げますね。まあ、けど一番それがいいんだろうね、うん、回らない方が、ね、すぐその女性の声が聞こえた瞬間に俺は走り出したんですよ、うん、で友達が動けなくなってて、うん、俺の手をつかみ、うん、行かないでくれと、で笑い終えるまで2人で待って帰りました。ゆっくり帰りました。笑いずっとじゃあ笑ってたの。結構笑ってましたね。1分ぐらい笑ってましたね、ずっと。もう爆笑です、爆笑、爆笑です。あの林田パーコさんぐらい笑ってた。波に笑ってましたね。だいぶ笑ってましたよ。誰かがなんかコメントしてました、ね、誰かがさっきそんなコメントがありましたね。相当笑ってたんだね。それ相当笑ってましたね。それパーコさんに器量です。絶対そのコメントちょっとちょっともらいました。はい、すみません。ありがとうございます。だって一目さっき金縛りあったって話してた、うんうん。金縛りなのか夢なのか分かんないんですけど、うん、目が覚めて。はい、もう外朝だなと思って
って目覚めたんだけど動けないんですよ、体が重たくて、はい、で目もものすごい眠くて、うん、今にも閉じそうなぐらいなんですけど、もう部屋の香りとかも分かってて、でももう時間、起きないといけない時間が迫ってるから、はい、起きなきゃいけないんだけど起きれない。そうしてるうちに外が雨降ってきちゃって、で窓開けてたもんだから雨が入ってくる、うん、怖っ、やばい、雨降ってくるから閉めなきゃいけないんだけど、それでも体動かなくて、うわーわーわーってしてたらバッて起きれたの、うん、起きれたんだけど、うん、降ってたはずの雨が全然降ってなくて、アスファルトも濡れてないと、濡れてない、カンカン照り、なんですよ。何それ。で立ち上がって、あれ夢だったのかな、でも目が覚めた感覚もないし、でこれも夢なのかなって、あのもう漫画みたいだけど、つねったら痛いし、うん、つねったんだ、なんでちょっと可愛いとこ今ちょっと今乙女チックなとこ出そうとした。組み込んできたのは、違う、そいつもいない、つねる人いるんだ。あ、じゃあ本当にやるんだと思ったよ、あの痛いっていう感覚を自分で知りたくてやるんだっていうのも思った。なんかだからあれが未だに夢なのか、はい、何なのかも分からんのが今の。濡れ女がいたんじゃない、濡れ女分かんないけど、その雨にまつわる霊が窓の外にいたんじゃないの。濡れ女、濡れ女分からない、これ高見が、妖怪だったっけ、そう高見が詳しいからね、うん、濡れ女、今どの濡れ女を考えてるの。やめましょうか。やめましょう、やめましょう、時間帯がやばい、全部かお前。いやでもいいですよ、今度やってちゃんとカテゴライズされて、皆さんもう真面目じゃないけど、何ヘラヘラしてんのお前は。俺だけ BGM なんでこうなったらららんみたいな、うん、恐怖じゃなくてもう楽しそうな、もう多分諦められてるんでしょうね。これやらないなって今日は。あ、お前やらないの。いやもうだってみんなやるから、もうちょっと合間、いやだからじゃあ別にお化けの話じゃなくてもいいじゃん。さっき言ったみたいに他の怖い話でもいいじゃん、まあ、人が怖いとか、人がだからもうとやっぱり一番びっくりするのは、はい、ケバい人が化粧を取った時に全然顔が違うの時はもう衝撃ですよ。例えばですよ。いるのそんなに変わる人って。いますよ、アイプチとか、いるアイプチとかで全然顔変わりますよ、アイプチ。多分 YouTube とかであるよね、メイク取ったらこんなに変わりましたみたいな、はいはいはい、まあそこまでいったらもう本当に怖いですけど。まあまあまあ、ごくまれにテンション上がる人いるよね、ごくまれに。すごいケバくて、うん、あ結構清楚な感じで可愛らしいじゃんみたいな、わかりません。あ、あのすっぴん、すっぴんが可愛いっていい、はい、あベビーフェイス、そう、逆にベビーフェイスで燃える、それこそ繋ぎたくなるね、さっきみたいに。なんでそこに持っていこうとするの。あ、じゃあバナさんどうぞ。えなんかバナさんどうぞって。もういいよ、投げやりだな。怖い怖い怖い、バナさんある、あなんか見なさそうな、そうそうそう、あもう怖い話は、はい、あのあんま好きじゃないから、食品サンプル完食みたいな、探してきたよ。なんすかそれ。好きじゃない、探してきた、うん、ああ要は巷にある、ひとみ今ピーターパンやってるじゃん、はい、舞台で、はい、あれって、うん、ネバーランドになんで、うん、大人がいけないか分かる、え分かんない、ね、大人がいけないかですか、子供だけじゃん、ああもしかいけない、そうそう、うん、なんでかっていう、え税金とかですか。なるほどね、なるほどじゃないなるほどね、適当だな、どう納得したんだろう、なるほどじゃない なんでかというと、うん、これは原作の小説から来てるんですけど、はい、ピーターパンが成長した子供たちを殺しているか、それ本当なんですか、マジですか、へ原作の小説ではそうなってるんだって。あ理由は最高なんですか、最高野郎なんですか、何歳から、うん、大人になったら、大きくなったら、うん、大人になったら、うん、じゃあ大人になれないんじゃなくてネバーランドにいる子供たち、うん、させないんすか、うん、させない、うん、なったらそれは規則違反なので、ピーターパンをできるだけ大急ぎで子供たちを執念深く殺していきました、怖っ、文が持ってます、ね、本当は怖い童話みたいなの、うん、読んだら本当怖いよ、オリジナルの小説ではそうなってて、ね、うん、童話になるときにいろいろ端折っていくときに亡くなっていったと、まあまあまあメルヘンにした方がいいですよね、じゃあその連れてお話の中でウェンディとかね、うん、子供たちが連れて行かれるけど、うん、帰ってきたから無事だったんだだと
成長する前にってことね。そう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 、怖。へえ、うん。ピーターパンはなんで大人にならないですか。そこはわかんない。特殊メイクじゃん。そこはわかんない。いや、ピーターパンはだから人間じゃないんでしょ。うん、あ、なるほど。きっと。へえ。なんかやだ。まあこれからね、一生懸命舞台やろうとしてる人にそうですよね、残酷な話を聞かせるっていう。私ピーターパンに恋をしてる役なんです。危ない危ない。え、でも、うんうん、これ知った上で、うん、もっと夢を描いた演技頑張ります。前向きだな。そこに持ってった前向き。すごいですね。すごい未来を見ている彼女は。アクセル全開で負けた。あと他にも見つけてきたよ。何でしょう。あのアルプスの少女ハイジのおじいさん、はい、あの山に一人で住んでるんだけど、はい、なんでかっていうと、はい、街で人を殺してきたから、はい、っていう。たまにあるな、このバラさんのこんな日。この日だな今日。あとサザエさん昔からやってるけど、はい、その時はあの麻薬とかも合法、ヒロポンが合法だったので、はい、漫画のやつね、サザエさんのね。そうそうそう、漫画のサザエさん、はいはい、で、そのヒロポンを間違ってタラちゃんとかが飲んでタラちゃんがガリってる話があります。へぇ、ね、ぜひ機会があればご覧ください。まさかの4コマって、うん、4コマでまとめちゃうんですか、ヒロポン。ラジオじゃ厳しい。4コマなのにタイトルで1個ヒロポンって出てるから結果3コマになってる。3コマだ。終わった3分の1取って。超興味あるだ、すごい、この人すごいね。古き良き時代の漫画ですなっていう。へー、うん、すげえ笑い方してますね。えへら。検索すればするほど、あのもっと知りたくなりそうですね、うん、だね、うん、小説で一回読んでみたいね、ちゃんと、うんうん、原作を。サウルの心さんから、うん、真剣な話していい。あ、いいですよいいですよ、どうぞ。自分の住んでるとこさ、うん、いつも上の階がバタバタうるさくて注意しに行ったら、上の階誰も住んでいなかった。今でもたまにパタパタするよ。ああ、よくありますね。あるある。へえ、真面目な話していいですか。ネズミじゃないですか。違う、そんなんじゃない。そんなんじゃない。そんなレベルじゃない。人って分かるレベル。お前一番向いてないな。今日のテーマにぶっ壊しに来てるの。中身すごいな。寄り添う気持ちがないね。なかなかですね。発散しに来てるの、お前は。あ、じゃあ幽霊屋敷でやったお話していい？あ、いよいよ。戻していい？どういうこと？怖い話。うんうん。お化け屋敷でね、当時付き合ってた彼と、はい、大阪に住んでる時に、あっちなんだっけな、万博？うん、大阪万博。うん、はい。お化け屋敷に入ったんですよ。はい。で、私全然怖くないと思ってたんだけど、うん、もう入ってまずすぐにあの雰囲気がなんかもう違うって思ったんですよ、はい、怖いって。怖いと、まずなんかもういそうっていう、うん、でもこういう怖い話するときって集まるっていうじゃないですか、はい、だから言うお化け屋敷もやっぱいるんだろうなって思いながら、うんうん、住んでったんですね。であんまりにも怖すぎて、まあ幽霊を見る間もなく、私はもう彼氏の手を引っ張ってギャーギャー叫びながら走ってたんですけど、はい、で幽霊1人2人過ぎて3人目の幽霊あ、なんかちょっと落ち分かった幽霊がね、お母さんお母さんってついてくるんですよ、お母さんお母さんって、あんまりにも怖すぎてまあそれもまた走って逃げてったんですけど、はい、そしたら彼氏がね、ちょっと待ってって止めるんですよ、うん、え、何？待ってより見たら幽霊がお花、お花って言うんです。お花？お花ってなんか持ってるんですよ、うん、で、会ってみたら、私がこっちにつけてた花飾りがそこに落ちてて幽霊が拾ってくれてて、いい人、優しい幽霊だ、こんな幽霊でした。で、あ、すいませんっつって受け取った瞬間、もう幽霊はもう苦し紛れにうわー仕事に戻ったと。両親が勝ったんだろうね。驚かすべきか、これを返すべきか。お花、ね、ただお花、お花って言うんだね。お花、お花、花
飾りがつって、精一杯なんか怖がらそうと幽霊のお花いいね、幽霊に気を使わせていいね、いいよ。その後もあったんだけどね、うん、あまり走りすぎたから前を驚かした幽霊が襖の中に戻りきれないで閉める間もなくわーって早いんだな、定位置に戻らないといけなかったのが間に合ってなかったからもうそこにいたわけですね、はいはい、そうそう、私が来ちゃって、そのわーみたいな感じになって一人早くないちょっと走りすぎて、なるほど、ね、怖かったんだよ、はいはい、ゆっくりいかな、ね、その時給が200円だ怖いね、怖い、こんなにやってんのに怖い話ですね、報われない、はい、ありがとうございました、はいいいなぁ、いいなあ、ともう一個あるよ、おぉおぉ、やる気あるね、いい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 よ、あのね、ペットショップに、うん、ペットショップ行った時の話なんですけど、うん、まあ、そこに、ね、猫とか犬とか当たり前にいるじゃないですか、はいはい、でその中にたまに珍しい動物とかもいるんですけど、フェレットがいたんですよ、そこに。で、フェレットってなかなか見れないから、で私も好きだから可愛いなと思って見てたんですね。そしたら後ろの方から若い男の子2人が来て、はって言うんですよ。はやばいみたいな言ってて、何がやばいんだろうって聞いてたら、これマングースやんに、これマングースやんにって言うんですなるほど、うん、だからペレットのことはマングースやんにって言ってて、今日こんな話でよかったこれどういうことだ、わかんないけどビンとしたら、いや怖かったのこれなんでペレットマングースって、まあ、でも今沖縄の人が間違えそうではありますけど言われて、まあわかんないけど、まあ、これ間違えるよね、これサンチェス処理できるのこれですか、うん、もうハンマーで殴るしかないありますよ、ピコピコハンマーでね、二刀流で、そうだ、こんなのをたくさん持ってこればよかったんだねいやいや、そういうことないですけど、そうか、なんで準備してないのお前は、いや俺だから、いや準備しないで、うん、あ準備はしてますけど、あらどっちだ、だってもうサンチェスさんとか皆さんの話聞いたらちょっとあまりにも自分のやつはバカだな、みんな高見の話を聞きたいんだよいいだよ、いやでもさっきの手錠のやつは本当に怖かったんで、あれは準備してました、ちゃんと浜辺の手錠、浜辺の手錠本当にうおっ、いやもうごめん、浜辺の茶屋みたいな言い方いいね、全然浜辺の手錠本当に体動かないですから、もう一個ある、うん、聞かして、いやこれ聞きたいな、聞きたいっすね、聞きたいな、え俺で知るの、あるかないかで、あるかないかで言って、あるかないかで、うん、話はあるのないです、あるでしょうあるでしょうよ、あるだろうよ、いやもうめでも短いやつある、いやじゃあそれ短いやつ、短いやつ時間的に、はい、いやなんかもう部活、自分部活してたんですけど、はい、この性格なんであんまり自分に秘密の話とか、内緒の話とかあんまりしてくれないキャラだと思うんだけど、話がなんか要は例えばもう怖い話、もう怖いね怖くて、それだからなんていうかね、何かあっても自分に言ったらいじられるっていうか、例えば彼女ができましたって言ったら、はいはい、お前彼女また一緒にいるなとか、うん、それでお前できたんだってみたいないじりをするから、できたら言わないみたいな、言われないみたいな、最後に言うみたいな順番的にねはい、はい、こいつにいたらめんどくさいことになるからってなってて、である日自分が、まあ、部活で練習してたんですけど、はい、で女性マネージャーが新しい女の子連れてきたんですよ、はい、あ、新しい女性マネージャーなんだなと思って、で部活してる時に、まあ、その女の子見たらすっごい色白で痩せてて、うん、本当に幸が薄そうな子だったんですよ、はい、俺が見た瞬間に、うん、もうあ、こんなこうマネージャー、自分の部活のマネージャーおかしいなと思ってて、うん、でもう俺ずっとごめん、ちなみに何部だったの？自分ハンド部です。ハンド部、はいはい、ずっと自分が周りにもうランニングの練習してから友達にこの、なんでこんな幸薄い子、ま、いるのみたいな、あの子幸だ、俺ずっと失礼なことですから、あの子幸薄くないっておかしいだろみたいな、なんであんな、まあまあ、後で言おうか言おう、そういうのはねっていうのをずっと言ってたんですよ、はいはい、そしたらもうなんか
空気が明らかにおかしいんですよ、うん、練習してる時に。で特に自分が一番まあまあ仲いいやつ、うん、こいつ彼女いなかったんですけど、はい、ずっとも黙っててバーってなってて走ってて、でも俺があまりにも幸薄いとか全然飯食ってないやんにっていじるようにしてて、うん、で我慢できなかったんでしょ、うん、ちょっとお前来いって言われて、もう失礼だろみたいな、うん、ってなって、でもう実は俺の彼女が見に来てたと、マネージャーではなくて、うん、って知った瞬間の自分の発言に、まあ、ゾッとしたっていう話なんですが、っていうのをまあちょっと前振りで例で出しちゃったっていうのもまずミスなんですけど。怖い、この雰囲気。今日一怖い空気、ね、今日一怖かったですね。すごい、すごい、短くもなかったし、そして、ね、すごい漂ったね。これ一人まとめましょうか。はい、はい、さあ FM ギノワンからお送りしておりました、うん、A びっくりラジオエンディングに近づいてまいりました。はい、今週のプレゼント、うん、ビデオダビングの A びっくから A びっく商品券1000円分を3名様にお送りいたします。はい、プレゼント希望の方は avic@fmギノワン.com avic@fmギノワン.com にお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってください。はい、はい、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで困りの聞く映像プロダクション、有限会社 A びっく、片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました。今日はカンナさん、はいはい、何か告知が、あ、そうだよ、俺このために来たからね。忘れてた。ですね、8月27日、今月27日の土曜日に、はい、琉球ドラゴンプロレスグルクマスク選手と神田邦弘で、はい、トークショー行うことになりました。はい、グルグマスクさんが新日本プロレスの、スーパー J カップという大会に、うん、参加してましてですね、残念ながら1回戦で敗れてしまったんですけど、はい、まあ、今度は有明大会にまた出場して、うん、ちょっとその J カップを振り返りつつ、うん、いろいろ反省会をしようと、皆さんの前でね、うん、ということです。はい、で、その中で、反省会を行うトークショー、その後に J カップ記念グッズ争奪じゃんけん大会、そしてお互いの私物を出しちゃったオークションになるんじゃないかと。やば。ちょっと僕もね、いろんなこう、まあ、スポーツ界いろいろあるので、うん、そのお宝グッズを出して、はい、そう、ちょっとオークションをしてみようかな、はい、100円から始まればみんな参加できるかなと思って、はい、そういうことも企画してるんですけど、場所が、那覇市寄り未来にありますバー寺子屋というところになります。はい、ちょっとね、キャパがそんなに大きくないので、はい、30名限定なんですけど、半分ぐらいも埋まっちゃってるらしいですね。なのでチケット全席自由で2,000円、別途ワンドリンクとなります。はい、ご予約はグルクンマスク選手か、もしくは僕のフェイスブックメッセージ、はい、もしくはツイッターにぜひ連絡をしていただければなと思います。神田邦弘でどっちも調べていただければと思いますので、はい、先着で締め切りとなりますので、お早めに、はい、よろしくお願いいたします。面白そう、これ面白そう。結構ね、今夜中グッズ探してんのよ、オークション用の出品する品を。あ、こんなのあったんだと思って、これ、いや、漫画倉庫持ってきたいけどなっていうのをぐっとこらえてオークションに出そうかなと思ってます。いや、もしかしたらオークションの方が、うん、高く売れる。いや、本当に貴重なものもね、たくさんあるので、うん、ぜひそれも楽しみに、うん、来ていただければなと思ってます。土曜日、はい、8月27日土曜日、はい、行いますので、夜8時開始ということです。はい、詳しくは僕と、グルクンマスク選手の Facebook、Twitter などぜひご覧ください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ、国民からもあるかな。あ、私はもう毎週のように行ってるんで、はい、ピーターパンやります。はい、来週ですね、ついに8月19、20、21日に、我が町の小劇場那覇の、海南のあたりですね、はい、大人になりたくないピーターパンという舞台をやります。はい、こちら小学生までは無料なので、ぜひぜひ夏休み親子でどこかに出かけたいなって、うん、思ってるご家族、はい、舞台観劇いかがですか。うん、ですか。今回ウェンディ役として、ピーターパン、その他子供たちと一緒に飛んでます。ぜひぜひ見に来てください。うん、詳しくは私の Facebook ページでお問い合わせください。はい、お願いします。お願いします。あともう一つ、はい、最後になってしまいましたが、はい、はい、今日ってもしかしてサンチェス。そう、何すっかり忘れてたんだ。実は今日ですか。今日じゃなかったっけ。俺明日です。明日か。明日です。明日だ。
明日です。誕生日？誕生日です。おめでとう。ありがとうございます。ページを過ぎたらあほい一番に届けよう。俺もほい。ハッピーバースデー。思い出したのが本当直前で。これ何何ちょっとじゃあ何ですか。これ開けてください。どうぞどうぞ。ありがとうございます。開けて開けて多分喜んでくれるんじゃないかな。何何何開けていいんですか。いいよいいよ。いやいやいや、そうだろそうだろ。そんな袋びしゃびしゃにしてやば。何何何これ。ツイキャスにも見せました。ゲゲゲの鬼太郎目玉親父ピタミンです。おめでとう。おめでとう。これ壁とかにもくっつく。ああそういうやつなんですか。そうそう。あー、ねうん、投げて潰れて元通りとのことです。好きそう。やばストレス発散になりますよこれ。いいですね。好きそう。ありがとうございます。おめでとう。チャンナゲーショーこれ、うん、えいくついくつになるの。31です。 31? いやちょうどいいよ。ちょうどいいですか。ちょうどいいよ31なんて。そうだよ。ちょうどいいですかね。いいだよ30からですよね。うん、うん、まだまだピーターパンです僕、うん、ですね。お願いします。一番ピーターパンだと思います。一番ピーターパン。はい、はい、来週は、はい、私ちょっと金曜日舞台で参加できないってことで、うん、収録での放送になります。はい、あえて言いましょう。はい、録画放送です。そう、はい、映像付きです。録画放送です。なので大丈夫ですかね。ユーストリームの方は映像も一緒に楽しめますよ。はい、ぜひぜひ、うん、あ前事務所でやったみたいな。そうそうそ う, そうです。あれ面白かったよ、うん、あまりですか。うん、面白かった。編集凝ってましたもんね、うん、カンナさん、うん、あカンナさんというか、うん、俺やってない。カンナさん編集だったんだ。俺そんな仕事してないよ。はいはい、うん、なので、はい、ぜひぜひユーストリームで聞いてみてください。はい、うん、じゃあうん、終わりますか。終わりますか。終わりますか。締め締めなんか締め、まあ、締めありますよ、うん、締めましょうじゃあ。今日はカンナさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ほとんど何もやってないけどまた呼んで。お願いします。ぜひ来てください。あぜひぜひ、はい、ぜひぜひ、ね、いや喜んできますよ。お邪魔しました。ありがとうございました。はい、はい、じゃあせーの、はい、この後はアニマル兄貴のクールジャパン沖縄です。周波数はそのままで引き続き FM 沖縄をお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。Say goodbye。 浜辺の手錠。浜辺の手錠いいね。おなんか小説のタイトルみたいな。浜辺の手錠。もう一番わからない。港川町にストラップ巻いてる。あーそうだよ。一番いらないこれ。うちはどうなったんですか。うちは教授みたいな。うちは誰も約束最後のあれもなくてね。うちの時間がない。今日もありがとうございました。ありがとうございました。本日よりはめっちゃ来週は生放送。ありがとうございました。どうもない。まず食べて、最後の話作っちゃったな。